日本岡山県真庭市癖癖は、岡山県真庭市にある大技である。同市の市役所所在地であり、旧癖町役場所在地。かつての大場群癖村に相当する。近世においては、一時期、徳川幕府の大官所が設置され、その陣屋町として栄えた。また、出雲往来の宿場町としても繁栄し、本陣が置かれていた。 郵便番号は719-3201。人口は3513人。世帯数は1371世帯。真庭市の東南部にある歴史の古い町で、旭川の左岸に町並みが続き、役場、郵便局、中央公民館など公的機関が集中する。真庭地方では、勝山と並んで、古くから行政面での中枢地域であり、 マニワ以前の大場郡時代は、郡内の中枢であった。江戸時代には、出雲街道の宿場、天領の癖大館所の陣屋町として栄え、古い家並みが一部今も残る。癖神社、朝日神社、新言州吉祥寺、道長福寺、道中願い寺、日蓮宗公然寺などの社寺,寺があり、また、出雲の松平家が、三勤交代の都寺宿泊した本陣の後、 寺畑山城跡、天学館跡もある。癖大観所跡が十願寺境内にある。古代においては和名類受賞に乗る三坂国王馬群の癖里の一部であったとされ、地名は合名の衣装とされる。近世には癖村と称した。古くは癖村は山寄りの山形と旭川寄りの原形に分かれていた。癖など大場。 真島郡などは、三マ坂中心部にあたる、現在の津山市街から見て、より山奥にあたったので、通称、山中という地方名で呼ばれることもあった。久セ村は、宇喜多市、小早川市の所領を経て、慶長8年に津山藩主、森田政の所領に移る。久セでは、牛馬市が行われ、慶長9年から始まり、世紀には3万頭の入場記録を作った。 元六十年、森氏が断絶。その翌年、松平氏が新たに津山藩主となり、久世村も支配した。教法十一年、共作の上、松平氏が年具前の収納期を早めたため、大場、真島両軍の農民は癖に会合して、百姓一揆を起こした。この一揆は後に山中一揆と呼ばれるようになった。これを受けて、翌十二年、 津山藩主松平氏は十万国から五万国に削減され、さらに癖地方は江戸幕府の直轄領となり、癖に大干省を置いて領地を支配させた。代々の大干中、早川八郎左衛門正樹は農耕と養蚕の振興に努力し、癖を三正家西部の政治経済の中心地として繁栄に導いた。文化十四年、津山藩が 元の十万国に服したので、癖村玄方、道持つ山方とも津山領に戻り、明治に至る。明治5年8月、癖村玄方、道山方を合併して、単一の癖村とする。二22年6月1日の町村政志向にあたり、大場軍癖、中島、ただ、鍋屋、三坂、山久瀬の六村が合併して、大場軍癖村を作る。同年月、 調整を実施し癖町、同33年4月1日、大場、真島に軍が合併して、真庭軍となる。翌34年4月、山、癖を分離して、市宮村に編入、同37年6月1日、同軍川南村と合併して、大きくなり、さらに昭和30年4月29日に、同軍三和村と合併。平成17年3月31日、 真庭郡久瀬町、勝山町、落合町、湯原町、三鴨村、川上村、八塚村、中華村及び、備中国側となる、上房郡北房町の5町4、村が対等合併し、真庭市を新設。古くからの日本語で、湾曲していることを、曲というが、当地で、旭川の流路が大きく湾曲し、その周辺地域を久瀬と呼ぶようになり、 癖の表記が当てられるようになったとされる。また、当地東部で旭川に麦川が合流しており、また、古くから出雲街道の渡し場であったことから、古瀬と称したが、癖に変化し、癖の字を用いるようになったという説もある。さらに、古い言葉で岩の多い浅瀬や河原を極瀬と呼んだことから、これに由来しているとも言われる。いずれの説も、 河川の地形に由来しているのは共通である。久世は、勝山と並び交通の要衝であり、多くの国道、県道が交差、分岐している。ありがとうございます。